菜の葉課長の分身の妖精菜の花ちゃん。人形の世界に住む彼女は不思議な力で人間の世界を観察するのが大好き。今日もわからないことを調べてくれそうな優しいおじさんを見つけては得意の念力で語りかけるのです。おじさん、おじさん、聞こえますか？沖縄ガスプレゼンツ、ナノハテナ。この番組は電気もガスも沖縄ガスの提供でお送りいたします。おじさん、こんにちは。おじさん、おじさん、起きて。え、ちょっと、ここはどこ？私はおじさん、菜の花ちゃん。おじさん、一人でぼーっとしてたけど、何か抱え込んでるの？あ、いやいやいや、そんなんじゃないよ。たださ、くつろいでただけだよ。え、暑いのに外でベンチで一人で、なんで？ちょちょちょ、怒涛の質問攻めだね。どこか喫茶店とか涼しいところに行くとか。まあ、そうなんだけど、わざわざお家から離れるのも面倒くさいしさ、動きたくないんだよね。家の近くにくつろげる場所があればいいのにね。だからよ、もう家から近いあのベンチでいいんじゃないのかな。おじさんが思ってる以上に一人でぼーっとしてる姿、不審者だよ。え、マジで？おじさんのためにもくつろげる場所調べよ。あ、そうだね。沖縄ボス、どうぞ。ほい、はいはいはい、沖縄ボスですよ。あ、どうも沖縄ボス。あのさ、家の近くにくつろげる場所ってなんかないかなと思いまして。あんたの家の近くは分からんけどね、長谷子不動産が県内では珍しい面白いことやってるから行ってみてごらん。ああ、菜の花ちゃん、会社じゃなくて那覇のあけぼのにあるマンションに飛ばしてね。分かった。はーい、はいはーい、はーい、ガチャ。ああ、なんか勝手に話進んでた感じがしたんだけど。はい、行ってらっしゃい。ドーン。何これ、言ってたよ、菜の花ちゃん高すぎる。あぶんな、うお、ギリギリだったな。いや、でも見晴らしいよこれ、素晴らしいな。何この、この感じね。あ、こんにちは、長谷子不動産の高崎です。高崎さんですか？はい、はい、あのこちらは、え、はい、高崎さんのじゃあお家でよろしいですか？いえ、違います。あ、違いますか。こちらはマンションのモデルルームとなっております。あ、モデルルーム、はい、え、これもじゃあ新しくできた形の？そうです、実は去年ですね、菜の花寺で建設中に来てもらったところなんですよ。ああ、うちの慎吾が。高い建物はどうやって作ってるのかっていう、こうやってこう何回も何回も上げて、資材を上げて作っていくってことなんですね。はい、あの時のマンションが完成したんです。あ、そう、おめでとうございます。ありがとうございます。あ、そうなんですね。はい、じゃあ早速ですけど、ちょっと見させてもらってもいいですか？はい、そうですね。あ、できたばっかり、ほやほや。おお、上等、すごい。わわわわわ。じゃあこちらがリビングというダイニングとなっております。はい、リビングダイニング、はい、広いですね。はい、そうですね。ちょっと待って、ちょっと座っちゃってもいいですか？はい、ぜひどうぞお越しください。うわー、これ、おお、すごい、めっちゃ気持ちいいですね。そうですね。あ、ゆったりできるわ。あ、でもしよう、こうやって見たら、あ、家族のみんなが見てるみたいな。いいですね、すごい。あ、結構こっちからこちらか側から見える景色もとてもよく見えるようになってます。はい、そうですね、はい、なんか、あ、いいわ。あ、キッチンですね。はい、こちらがキッチンになります。はあ、これも対面式で。そうです、こちらも対面式のキッチンになってます。いいですね、ね、お母さんだったりお父さんだったり料理しながら、で、はい、子供たちと一緒にまた食事もできるみたいな。そうです、ぜひおかけください。いいですか？あ、もうなんかコース料理が出てきそうな。そうです、ね、もうそんな感じになってますね。はい、高崎さん、もしよかったらちょっと対面で立ってもらってもよろしいですか？そうですね、わかりました。はい、あ、こんな感じです。あ、高崎さん、高崎さん、めっちゃイタリアン作りそう。ね、パスタとか得意ですか？あ、パスタは正直得意です。正直得意だそうです。ここはここでまたお部屋がありますね。そうです、こちらも洋室になっております。はい、ああ、
なんかシチュエーションの時にはなんか子供部屋みたいな感じの。そうです、こちらは子供部屋の想定で。はい、はい、あいいですね。うわ広い、広いですね。広いです。あ広々としております。こっちもじゃあちょっとぜひドカーンと行ってください、はい、ちょっとねクッション具合を。おっしゃー、あ気持ちいい。そう寝っ転がっちゃってもぜひどうぞ。いいですか。はい、ありがとうございます。あああちょっとすいません、もう止めてもらってよろしいですか。もうちょっとあの 2,3 時間ちょっと休ませてもらってもいいですか。こちらにも。ああ、こちらちょっと大きめのものになってます。うわ本当だ、めっちゃ広い。うわもう十二分にねいろんなものが収納できますね。はい、あ素晴らしい。いや住みたいな、これはいいですね、素晴らしい。いやー高崎さん、めちゃくちゃ上等な素晴らしいマンションですね、はい、ありがとうございます。いや高崎さん、ちょっとこのマンションでは面白いというかなんか珍しいサービスをされてるって僕聞いたんですけども。そうなんです。そうなんですね。はい、それでははい1階に行きましょう。1階ですか。はい、わかりました、ぜひ行きましょう。はい、よろしくお願いします。起きてください。なのはてな、面白い珍しい場所ってどこになります。それはこちらになります。おう、こんにちは。あ、どうもこんにちは、す。あ、高野と申します。高野さん。はい、高野さんは、管理人さんでよろしいですか。いえ、違います。ここには普段コンシェルジュがいるんです。コンシェルジュ、ここではどういうことがじゃあ行われるんですか。はい、宅急便やコンパクト便、クリーニングの代行や、はい、タクシーの手配などを行っております。あ、じゃあこのマンションに住んでる方は、はい、そのサービスが受けられるんですか。はい、そうです。ちょっと待ってください、あ、これですね。あ、はい、宅急便の。なるほど、すごっ、すごいですね。ありがとうございます。もうなんかもうマンションという名のホテルじゃないですかこれ。ありがとうございます。すごい、高野さん。はい、コンシェルジュですか。いや違います。はい、お隣もなんかすごい、なんかそちらではお酒の提供も行っておりんです。え、お酒も。はい、そうです。え、やってます。住んでる方へのサービスとしてですか。はい、そうです。マジっすか。はい、ああマスター、いつものやつ。マスターではなく高野です。どうぞ。ありがとう。疲れてますね。まあいろいろありましてね。でも不思議だな。どうしました。いやね、さっきまで嫌なことがあったんですけども、この一杯で全て忘れましたよ。マスター、この場所には不思議な力がありますね。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。高野です。いやでも僕はもう帰ります。この一杯でねすごくくつろげました。お会計今までのツケと合わせて15万円です。15万、結構止まってますね。あのなんか忘れたいのでもう一杯お願いします。マスター。高野です。間違った。なのはてな。いやもう演じながらでもめちゃくちゃくつろげました。ありがとうございます。ありがとうございます。住んでる皆様に、はい、くつろげる快適な空間を提供できるように工夫を凝らしてよかったです。高崎さんちょっと疲れてます。大丈夫ですか。すいません、ちょっと疲れてます。あ、マスター。高野です。失礼しました。いやでも本当に僕も見習ってですね。長谷郷さんのようにいろいろ考えて自分なりの、ね、くつろぎの場所を作りたいなと。でその次にはこちらに住みたいなというふうに思ってます。ぜひ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よかったです。どう、すごい、自分の住んでるとこにあんな空間があると最高だね。いや本当そうだよね。パッと行けてパッと帰れるっていうのはこれ魅力だよね。おじさん、いろいろ考えてみるって言ってたけど、うん、どうするの。考えたよ。あの俺が
隣近所の人に癒しの空間を与える、これ場所作ってみるよ。え、どこに？ベンチの周りにクーラーボックスに飲み物入れて誰でも気軽に来れる場所、それ作ろうかな。大迷惑だからやめてね。やっぱりそうだよね。それでは沖縄ガスからのお知らせです。ユークルからの中継だよ。それでは告知どうぞ。お願いします。シュータです。沖縄ガス相撲部の山城です。よろしくお願いします。今日は沖縄ガスの CM でもおなじみエネファームのお知らせです。ビリ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 エネファーム。自宅にコンパクトに置けて発電するから台風の時など停電の時も安心なんです。ビリ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 自家発電。エネファームはガスから取り出した水素と空気中の酸素を化学反応させ電気を発電し、さらに発電時の熱でお湯を沸かしエネルギーを最大限に活用できます。ビリ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 最大限。家庭用では世界最高レベルの発電効率で24時間連続運転が可能。作ったエネルギーを有効利用することで CO2 排出量を削減して豊かな自然を守ります。ビリ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  CO2 排出量を削減して豊かな自然を守ります。そしてショールームユークルに来た方にはプレゼントもありますよ。受付で菜の花を見たよとおっしゃっていただいたお客様には沖縄ガスオリジナル T シャツ、ボールペン、電気の検診票をお持ちになって電気を申し込むとホテルランチ券もプレゼント。各5名様早い者勝ちですよ。ビリ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 レギュラーキャンペーンもやってます。ぜひユークルに遊びに来てください。ありがとうございました。あのさ、ずっとビリビリ言ってたけどあれなんねん。多分あの人エネファームなんだよ。あ、なるほどな。ってそんなわけないでしょ。停電だ。お湯が出ない。私に任せて。エネファームならたとえ台風で停電していても電気もお湯も使えるのだ。助かった。詳しくはショールームで。エネファームは沖縄ガス。おじさん、今日もありがとうね。今日も楽しかったね。来週も呼ぶけどいい？もちろん。来週も再来週もその次も呼んでよ。あ、来週で最終回だから次でラストだね。それじゃあ挨拶またね。バイバーイ。最終回なの？この番組は電気もガスも沖縄ガスの提供でお送りいたしました。